ハイランドの服装を着るトマス・オズボーン、ハンス・ヒジング作、1726年。第4代、リーズ公爵トマス・オズボーンは、グレートブリテン王国の貴族、政治家、裁判官。1713年から1729年まで、ダンビー伯爵の儀礼称号を、1729年から1731年まで、カーマーゼン公爵の儀礼称号を使用した。第代、 リーズ公爵ペレグリン・オズボーンと一人目の妻、エリザベスの長男として生まれ、ウェストミンスタースクールとオックスフォード大学、クライストチャーチで教育を受けた。1731年に、父の死去に伴い借位を継承。1738年に、民法学博士の学位を修得。1739年に、王立教会フェローに選出された。1748年に、 進出自重になり、同年11月に南トレント巡回裁判官に任命された。1749年6月にガーター勲章を授与され、1756年に巡回裁判官を辞任して王室会計長官に任命された。1757年に枢密顧問官に任命され、1761年に 北トレント巡回裁判官に任命され1774年まで、勤めた。また、ウェストライディング・オブ・ヨークシャー副知事も勤めた。1789年に、セント・ジェームズ・スクエアで死去、ハートヒルの諸成人教会に埋葬された。長男と次男に先立たれたため、三男フランシスが爵位を継承した。1740年6月26日、 第二代ゴドルフィン伯爵フランシス・ゴドルフィンの娘、メアリー・ゴドルフィンと結婚、三男一女を設けた。ありがとうございます。